皆さんこんにちは。次に行きたい宿が見つかる次宿へようこそ。固定の家を持たずホテル生活をする本間陽介がナビゲーターを務めます。今朝までこちら豊洲にある豊洲ベイサイドクロスというホテルに泊まってまして、これから新浦安の方のホテルに泊まる予定となっています。その前に代官山の方で打ち合わせがありますので、そちらに向かってから行きたいと思います。今チェックアウトが完了して豊洲駅の方に向かっています。代官山に着いて、今金丹という焼肉屋さんに向かって歩いてます。金丹食べ終わりました。やっぱいつ行ってもめっちゃうまいですね。久々に来たんですけども、行ってよかったです。打ち合わせが終わったんで、これからホテルの方に向かいます。行きは代官山から来たんですが、帰りは恵比寿から戻ります。今新浦安駅を出てホテルの方に向かって歩いてるんですけども、本当はシャトルバス出てるっていう風に書いてあったんですけども、ちょっと時間的に新浦安駅からホテルのシャトルバスだと4時から10時ぐらいまで出てる便がなくて、でメインで言うとディズニーから、ホテルに出てるやつがあって、そっちの方は結構頻繁出てるんですけども、新浦安の方からあんまり出てなかったので、ちょっと歩いて行くことになってしまってるんですが、この辺りまだ歩いたことなかったんで、せっかくなのでちょっと散策がてら歩いてホテルに向かっていきたいと思います。だいたい20分から30分ぐらいで到着する見込みです。今歩いてて思ったんですけど、結構ヤシの木とかが生えていてリゾート地っぽい感じの雰囲気になってます。この辺り浦安って言うと、まあ千葉なんですけど、次宿の動画投稿始まる前までは千葉何回も来てたんですけど、こちらの動画投稿始めてからなんだかんだ初めて来たので、今回がその千葉県の初のホテルになる予定ですね。楽しみです。今日泊まるホテルとは違うんですけど、やっぱりこの辺りディズニー関連のホテルが多いみたいですね。ようやく到着しました。まだ客室明かりがついているところが少ないので、やっぱりディズニーの利用者の方が多いのかなっていう印象ですね。これからホテルに入ってチェックインしていきたいと思います。ホテルの中に入りました。なんか幻想的な空間になってます。フロントは2階にあるみたいですので、行きたいと思います。3階に海風テラスというところがあったので来てみました。こんな感じで席があるのと、奥が一面海ですねになってます。こちらのホテル結構海沿いにありまして、多分一番海側じゃないかなと思うんですけども、ですのでこんな感じでバーッと海の景色を見ることができます。まあ、夜なのでちょっと動画だと見づらいかもしれないんですけども、明日また昼とか来れば綺麗かなと思うので、また来てみたいと思います。逆側はこんな感じで夜景ですね。とっても綺麗です。それではお部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、13階まで上がってきました。お部屋はこちらですね。こちら側になります。13365室という部屋ですね。もうちょっと奥かなと思います。あ、見つけました。本日はこちらのお部屋になります。ようやくお部屋に着きました。本日のお部屋はこういったお部屋です。
めちゃくちゃ広いお部屋でして、多分30平米ぐらいありますね。デザインがめちゃくちゃ可愛くて、こんな青を基調とした感じになってます。ベッドは2台ですね。ツインルームですので、シングルベッドが2つあって、こんな感じでくっついてるので結構広く見えますね。ベッドの隣にこのように椅子が2台置かれてまして、テーブルがあります。片方の椅子にはこんな感じで足をかける場所がありますので、こういったのがすごく嬉しいポイントです。ディズニーの利用者が多いので、こういったところでリラックスされる方が多いんじゃないでしょうか。お部屋に入って正面が窓になってまして、ちょっと反射で見づらいかもしれないんですが、海の景色を一望することができます。また明るい時にお見せしたいとは思うんですけども、夜もこのように横に夜景を見ることができますので、とっても景色はいいホテルなんじゃないでしょうか。そしてこちらがイロハスですね。なんと2リットルもあります。珍しいですね。結構初めて見たかもしれないです。多分ファミリー向けなので、こういった量も多くなってます。まあ、2泊なので、ちょっとこんぐらいあると嬉しいんですね。ちょうどいいかなといった感じです。あと、まあこういった時期でもありますので、除菌ウェットシートというのが置かれてます。下を開けると、こちら奥が電子ケトルで、手前がグラスですね。こちらのコップがオリジナルのデザインになってますね。めちゃくちゃ可愛いデザインです。いいですね。飲み物はコーヒーと多いお茶と2種類それぞれ2つずつあります。隣が冷蔵庫になってます。こちらのテレビなんですけども、ご挨拶といった形でこちらのホテルのテーマが書かれてまして、テーマは空と海を感じるホテルというふうに書かれてますね。確かにこちらのホテル入ってきた時、1階とかすごく海のイメージに近いようなデザインになっていたので、そういったところが出てるんじゃないでしょうか。そして気になる水回りですね、見ていきたいと思います。水回りはお部屋に入ってこちらですかね、左手になりますね。こんな感じです。いいですね、広々とした洗面台です。新しいホテルですのでとっても綺麗ですね。アメニティはカミソリ、歯ブラシ、こちらヘアブラシ、コットン、ヘアゴム、あとこんななんかリラックス足指パッドっていうのがありますね。あ、これあれですね、足の指をこの形にはめて広げてリラックスするようなグッズですね。後で使ってみたいと思います。あとはボディタオルがあります。こんな感じで一通り揃ってますね。手前側にいろいろちょっとあるんですけども、全部英語なんで読めないですね。クレンジングオイルとか、あとフェイシャルクレンザーとかいろいろ書かれてますが、まあ、基礎化粧品ですね、あります。一番もう右のとかもはや何かわかんないですけど、まあ、とりあえずありますといった感じです。そしてこちらがトイレですかね。はい、トイレです。こんな感じで個室のトイレになります。複数人で利用するときはトイレが個室だとすごく嬉しいですよね。こちらがお風呂場になってまして、こんな感じです。浴槽もめちゃくちゃ綺麗ですね。今日はゆっくりできそうです。シャンプー類ですが、ボディーソープ、シャンプー、コンディショナーと3種類揃ってます。お部屋に入って右手にこのようにハンガーがたくさんかけられているので、服をかけることができます。スリッパめちゃくちゃたくさんありまして、これ外で使うようですかね。あとはお部屋用のものもありまして、こんな感じで子供用のものもあります。横に靴べらなどもありますので。おはようございます。それではこれからちょっと朝ごはん食べに行きたいと思います。食べ終わったらシャトルバス使って駅の方に向かいます。
はい、朝食食べてきました。ビュッフェスタイルになっていて、まあ、ただその並んでその場で作ってもらうみたいな結構珍しいタイプでした。朝食会場からも結構景色綺麗に見えたのでそこが良かったです。今ホテルから出てすぐの公園にいるんですけども、めちゃくちゃ開放的な雰囲気でいい場所です。結構釣り人の人とか、あと散歩してる人とかがいるようなところになってまして、すごく居心地がいいですね。今シャトルバス待っていて、あと10分ほどで来るので来たら乗りたいと思います。海沿いの方まで来てみたんですけど、今日天気が良くてすごくあったかいので気持ちいいです。シャトルバス乗り終わりました。東京ディズニーランドあたりに到着しました。だいたい20分ぐらいでしたね。でもう一つ先に泊まるとディズニーシーの方に行けるみたいです。で今回はちょっとディズニーランドは行かないので、東京ディズニーランドステーションから舞浜の方に行って、エクスペアにちょっと寄って帰ろうかなと思います。エクスペアに到着しました。入れそうなカフェ探して中で仕事したいと思います。はい、というわけで今回は東京ベイ東急ホテルに泊まりに来ました。次宿のチャンネルを始めるまでは結構千葉の方にも泊まりに来てたんですけども、こちらのチャンネルをスタートしてから初めての千葉の滞在となりました。こちらのホテルの特徴としては景色が綺麗です。新浦安を出て、まあ、いろんなホテルがバーッと並んでるんですけども、こちらのホテル一番海側に位置してまして、景色めちゃくちゃ綺麗に見ることができます。場所としては3階にある海風テラスっていうところがまあ一番綺麗に見えまして、あとはお部屋からも綺麗に見えますし、朝食会場今朝行ってきたんですけども、そこも一面ガラス張りでオーシャンビューになってましたので、そういったところからも見ることができるといったところで、まあ、あらゆるところから景色を楽しむことができます。お部屋が広く作られているのもすごくいいポイントでして、もともとファミリー向けっていうところもあるんですけども、私今回泊まりに来てすごく広いなというふうに感じました。ベッドとかお風呂場とかそういった休む部分についても広く作られていますので、ゆっくりと休むことができると思います。まあ、東京ディズニーランドとか東京ディズニーシーとかに対してシャトルバスが往復ですね出てますので、すごくディズニーの利用者の方に使いやすいホテルなんじゃないかなというふうに思います。実際スタッフの方に聞いてみたら、ほとんどディズニーの利用者の方というふうにおっしゃっていたので、ディズニー行く方はこちらホテルの利用も検討してみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。またねー。